それでは、そうですね、次回メンバーへの宿題を考えます。明日の配信メンバーさんはまだ決まっていらっしゃらなくて、はい、難しいですよね。次は火曜日になります。すいません、火曜日だそうです。火曜日ですね。なんかありますか？なんか聞いてみたいのが、毎日のおすすめの過ごし方とかどうですか？それにしていいですかね。毎日の誰になるかすごい緊張しますよね。楽しみだけど、ドキドキ。終わりました。ということで、次の配信メンバーさんにはこちら、毎日のおすすめの過ごし方を教えてくださいにします。イエーイ。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ前回の配信メンバー佐藤のりかちゃんからの宿題をやりたいと思います。りかちゃんからの宿題は、てん、毎日のおすすめの過ごし方を教えてくださいだって。毎日のおすすめの過ごし方、じゅんだもね、ほんと毎日何をしてるかって言われたら別に何もしてないんだよね。なんだろう、絶対してることなんだろうな。毎日何をしてるか、アイスココア飲むのと朝絶対アイスココア飲むのと、あと最近はさ、暑いからさ薄着しがちじゃない。でクーラーとかつけるじゃん。でもさ、こう足とか冷えるじゃない、女性はすごいわかると思うんだけどさ。だから夏だけどモコモコの靴下を履くように始めたとか、洋服薄着が好きなんだけど基本的に、こう最近は意識してこう暖かくしてる。逆に冷え性、夏でもさ冷えるじゃない、冷えるところは。で急に、あ、なんか冷えって良くないなと思って急に始めたって感じ冷えるよね。そうでしょ。お酒は お酒はまあそんな別にめちゃくちゃ飲んでるわけじゃないですけど、ほどほどに飲んでますですね。女子力アップです。そうです。って感じかな。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。